おはようございます二29日月曜日の朝です取れてるかな次のカットはちょっと方向を変えます E さんです今朝はえー 前回,のライブで前回のライブで紹介した今回の散財の一つ何だっけブラックフライデーだっけえそこで買ったうちの一つのズームの F2 マイク それのちょっとテストをしてみたいと思います。え方向はさっきよりはましになったかなどうだろう <laughs> アクション2は暗いところ苦手なんでちょっともう今え中目黒。 駅の高架ですけどまあこの辺はまだね今光輝いているんでなんとかかもしれませんが今はえ5時58分ですねいやすっかりあれですね先週のいつだろう木曜日とかでしたっけ金曜日でしたっけ そのくらいからめっきり寒くなりましたね昨日の夜多分ピーちゃん灯油が切れたって連絡があって寒かっただろうなってえー、戻ったらもうガソリンスタンド空いてると思うんで一番に灯油を買いに行きます次はもうちょっとね明るくなったところで行きましょうか でも走ってるとねそんなに寒さは気にならないんですよ綺麗、見えるかな綺麗でごじゃる、えー、トトロの奇痛かまだね明るくなってこない鼻水ばかり出る失礼 杉並西、西じゃねえや、南、郵便局通過です。えー、っと、レクサスがあって、まあ、浜田山ですね、最寄りはいつもはこのファミリーマートところを。 右折しますが今日はそのまままっすぐ行きたいと思いますあの音の取れ具合とかあと騒音、えー、まあ拾うと思うんですけどそれを編集でどこまで鳴らせるか確認したいのでという感じですねあのー、寒くて相変わらず手袋はこの <laughs> 白い布の防寒でも何でもないやつですけど、えー、明日明日だな今日じゃねえや明日アマゾンで発注した手袋が来るんでもう一日これでただ寒くてですね えー、腕時計してたんですけど左手にあの風とかが寒くて時計が冷えて手首が痛くなるぐらいになったんで外しちゃいましたそんな感じですね鉄っていうか金属が冷たくなってお肌がきついっていう感じです F2 についてはまこうもう編集できてることを祈ってですけどここ浜田山左行くと交差点です。F2 についてはですねまあとりあえずはこんな感じですっていうことと多分ーノーマライズまあ音はノーマライズはかけてまあかけないとダメだと思うんで。 えー、あと、まあ、ノイズリザクションもちょっとかけて出しますただ私そんな込み入ったことしてないんで、まあ、軽くやればこんくらいになりますよっていう感じですね聞き取れっかな <laughs> なんか嫌な予感がするな今喋ってたことが <laughs> もしかしたら 逆レックあの音声逆レックしてたかもあそっかホールドボタンを押す時に録音ボタンを押しちゃったかな、まあ、個体がプラスチックなんですけどねなんかちょっとまあ安っぽい安っぽいっていう感じじゃなくて ことは難しいんですけど、まあ、安っぽいまではいかないもののちょっと華奢な感じがするんですよね。いつもはねさっき <laughs> 信号があった、えー、ところがカンパチですけどそれ右の方向行って西荻雲まで一通ですけど今日はちょっとまっすぐうるさい通り来てみました。これまっすぐ行くと えー、なんだっけ吉祥寺に届きますね、まあ、途中で西荻窪あたりで右に曲がっていつもの通りに出ます西荻窪まで来ました 大、はい、梅街道通過こっち側の道通るのは久しぶりですうーん F2 取れてるといいな、まあ、だいぶね騒音でうるさいかと思いますがまだね、えー、今回初回だから使い勝手とかはもうちょっと試してみてから えー、感想などなどは次の機会に使い込んだ後の次の機会に喋りたいと思います。えそれでは極寒のお部屋に戻ってまずは灯油をね灯油を買いに行かなきゃ。えー はい灯油ガソリンスタンド開いてましたここ大体早いんだよねよいしょえー、っと107円全くあの何だっけ会員カードとかなくて107円俺あんまり灯油は高くなってないのかなはいこれで ストーブで温まりたいと思います。よいしょ。それじゃあね。